ナイスギリギリ。お、全然前に行きましたよ。昨日。ラウンドレッスンとかは、はい、結構付き合うこともあるんですか？あります。もちろん生徒さんに、ついて、まあ、基本的には今こうスタジオで見てる生徒さんを、はいはい、実際その練習場とコースって同じ時期できないじゃないですか。できない。だからできるだけその、まあ、本番はコースだと思うので、うんうん、その本番でどうなってるかをチェックして、でスタジオのレッスンに生かすようにはしてるので、まあ行く人行く人は行きます。レッスンしてテーマによりますよね。テーマによります。スイングだけど、でもやっぱり一番大事にしてるのはやっぱりそのアドレスとか、あ、向きとか、向きとかその向きによって出てるミスもあるんで、でどうしよく聞くのは、練習場ではいいのにコースはダメ練習場ではいいのにコースはダメって本当によく聞くから、でもそれって確かに本番になると気持ちが緊張するっていうのはもちろんあるけど、その同じスイングできない、まあ、構え、ボールのポジションとかもずれちゃうと、やっぱりそれがなかなかせっかく練習してるのに発揮できないから、まずはそこを見てどういうふうに癖があるのかなって、あと狙い方を聞いたりしますね。どういう狙ってやってます？ちょっとびっくりするぐらい難しい狙い方してたりとかそっちじゃないですよ、ね、そっちじゃない方がいいんじゃないですかみたいな、それはなかなかプロでも厳しいですよね、みたいな狙い方をしてっていうところもあるので。なるほどね。そういうところを改善して、ね、うん、こう出すための、まあ、マネージメントとか、マネージメントとか、ね、向き、そういうのはやっぱりコースでしかできないので。そうですね。できるだけ、まあ、コースになったら出るミスというのを減らすみたいな、ね、うんうん、そうですね。番手下げて行ってみます。あ、いやでもこれ行ってるんじゃないか。ちょうどいいかな、うん、ちょうどいいかも。はい、ちょうど良い。レッスンって、うん、まあいろいろあると思うんですけど、はい、どういう人たちに来てほしい？あ、レッスン変だ。いや、でも、うん、でも逆に私、まあ、もういろんな人に来てほしいんですけど、はい、基本的に私毎回こうどういう風にしていきたいかとか、例えばエンジョイで回りたいっていう人もいれば、うんうんうん、アスリートもう70代を出したいっていう人もいたりとか、まあ、逆にあのいいの、体動かすだけでいいのっていう人もいたりとか、あ、まあ、お話を楽しむために来る話をしたい、そうそう、それぞれなんかあるから、うん、逆にそのニーズに合わせたいなっていうのがあるんで、もうウェルカム、誰でも誰でもウェルカム、もう話もしますし、話します。50分間座ってもいいですねずっとずっと話してますみたいな、悩みも聞きますみたいな。そうですよね、うん、だってさ、みんながみんなガチガチ打ちたいっていう感じでもないんですよね。アスリートっぽいイメージありますけど、レッスンとかこう習い事って、まあね、せっかくお金払ってくるから、そうそうそう、だけど意外とその、
まあ、ゴルフに関して悩みを吐き出したい人もいるし、悩みを聞いてほしい人もいますもんね。いっぱいいます、いっぱいいます。話だけでも聞いてくださいよみたいな。むしろ多いかもしれない、こうで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 、レッスンの半分話で終わるの。そう、愚痴が言いたい人もいるかもしれない。今日愚痴で終わったな。まあいいかみたいな。攻め攻めですね。ずらずら。仕事。よし。ああ、もう。隠れる。止まりだけど、まあ、ナイス。はい。おー、ナイス。ナイスタッチ。はい。あ、やばい、やばい。これ一番速いとこだよね。ここで打っちゃった。までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。